ではね、活動電位の発生について見てみましょうか。ね、活動電位って、普段は静止、普段は静止状態は内側マイナスなんだけど、これが興奮するとプラスマイナスで逆転してすぐまた元に戻るって。さっき見た、静止電位、ね、静止状態を作り出してる、ね、静止状態を作り出すね、静止電位を作り出す仕組みっていうのは、これはねずっと働きっぱなしなんですよ。ナトリウムポンプとカリウムチャンネルね、これが静止電位を作り出していたんだよね。これはねずっと働きっぱなしで、1番と2番で何が起こるかっていうと、まず活動電位の発生はナトリウム電位依存性のナトリウムチャンネルが開くことによるんですよ。は、ね、電位依存性を丸電って書くけど、電位依存性のナトリウムチャンネル、これが開くことでナトリウムプラスが流入してくる。これはナトリウムプラスの流入によるのね。カリウムチャンネルは電位依存性の、ね、丸電って書くけど、電位依存性のカリウムチャンネルは閉じてるのね。で、あるここね、こうある程度こう電位依存性のナトリウムチャンネルが刺激を受けて、ある程度開き出すと、あるところまで行った時に、このナトリウムプラスの流入は他のナトリウムチャンネルを開かせるように働くんですよ。このナトリウムプラスの流入は他の閉じてるナトリウムプラスチャンネル、ね、ナトリウムチャンネルっていっぱいあるんだよ。他の閉じてるナトリウムチャンネルを開かせるように働くんですよ。開けって、このようにナトリウムプラスの流入がさらなるナトリウムプラスの流入を呼ぶ。これ正のフィードバックですね。で、ある程度までパカ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 ってナトリウムチャンネルが開き出すと、もう一斉にブワーッと広がるような形で、なんか流行りと一緒だね。あ、みんなその服買ってんのって、じゃあ私もその服買いたいってどん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 買うね。で、一気に流行りが起こって、お前も開いてんのって、あっちも開いてるって、じゃあ私も開く開くって、うわーってみんなが開き出して、活動電位が発生するのね。で、それがやがて、ナトリウムチャンネルは閉じて、今度は、電依存性のカリウムチャンネルが開くの。そうするとカリウムが外に出る、ね、内側はさプラスばっかりで、プラスとプラスはプラスとプラスは反発するんですよ、ね、内側はプラスばっかりでやだってカリウムプラスが外に逃げるって、逃げ出すのね。こっちは K プラスの流出です。そしてまたやがてこいつも、開くんだけど、やがて閉じるのね。ね、ちょっとカリウムプラスが流出しすぎて下にボコってなっちゃうけど、やがてこいつも閉じて、でこいつらの働きでまた静止状態が作られていくと。これが活動電位の発生の仕組みでした。